主事国とは、古代中国の五漢書や儀史に登場する、山大国の南方にあると考えられていた小人の国である。黒葉国、裸国と共に記述されている。次の通り、中国史書に記載されている。五漢書や三国史のいわゆる義史和人伝に、和国の女王国を去ること四千里、南方にあるとされている。義史和人伝に先行する資料である、三海業には、 東方の海に、小人国という島があるとされる。他にも同書には、小元とむ、修行、近人などの小人たちが、東方や南方に住んでいるとされる。小元とむ、修行は、主事と同型の発音で、道語源、もともと同じ言葉である。儀式和人伝では、以下の通り記述される。また、有種時刻在層の南、人情34尺、左長4000余り座と、 五漢書大和殿では、以下の通り記述される。自上王国南四千にお里いたり主樹国、人情三十四尺。自主樹島南行船一年、いたり裸国、黒子国、市駅諸殿、ごくおこの確か。種ヶ島が主樹国であると否定される動きが一部に出ている。これは、種ヶ島から発掘された弥生期から古墳時代にかけての人骨の調査結果で、 極端な担当、低等、低身長特徴を持ち、儀式和人伝に記述されている、主樹国の人類学的特徴と一致しているとの見解による。この特徴は、同時期の人骨が発見されている沖縄や九州、本州などには見られない特徴で、小人並みの成人の人骨は種ヶ島だけにしか見られないとのことである。種子島は、九州北部から段差とという概念で、 約四千里、南方に位置することにもなるので、山大国九州説を唱える者の,の中には、主樹国を種ヶ島に否定する者がいる。ありがとうございます。